池上5丁目にある池上第三保育園にこの日20組の親子連れが来園しました。親子連れを迎えたのは池上第三保育園の栄養士。実はこの日は池上第三保育園が実施する交流事業ワクワク広場の一環として離乳食講座が実施される日。全体での講義を行った後、来園した20組の親子はお子さんの食事について30分ほど面談を行いました。大田区では子育て中に直面しやすいお子さんの食に関する悩みにお答えするため、こうした離乳食講座や食育相談などを開催しています。この日は主に食べ物を噛んで飲み込む咀嚼をテーマに、子どもの噛む力に合わせた食材の種類や形状などについて栄養士がアドバイスを行いました。今1歳2ヶ月でだいぶ柔らかいものを食べていることが今日発覚して、なんでもっと硬いものを食べさせなきゃいけないのに、どうすれば食べるのかちょっと知りたかったです。この子自体が苦手なものがあったりするのを直接質問したいなと思って今回はやってきました。もう10ヶ月なんですけど、味付けをしてもいいんじゃないかっていうのを聞いてみたので、そうやってみたいなって思います。子育て中に直面するさまざまな悩みの中で特に多いのが食に関する相談。離乳食時期や乳幼児期にはあまり食事を食べない、好き嫌いが多いなど、日々さまざまな相談が寄せられます。例えば先ほどの咀嚼に関する相談では、子どもが食べ物を飲み込めず口の中に溜まってしまうといった悩みが。原因としてはいろんなことが考えられるんですけれども、そのお子さんのお口の成長発達と離乳食があっていなかったりする場合があります。その子に合わせた硬さ形状にすることがとても大切なことです。で、奥歯で食べ物を噛むことが大事なんですけども、その乗せやすい形っていうのが色紙切りだったり一丁切りだったりするんですけども、そういうこともお話ししていきます。また食事の習慣に関する相談では、なかなか食べてくれない、好き嫌いが多いといった悩みが多く寄せられています。こう自我が発達する時期なので、一人一人に合った、ね、食べられる量を把握することが大切です。食事中にこうテレビがつきっぱなしだったりとか、周りにおもちゃが散らかっていたりですとか、お子さんが集中して食べられるような環境を作ってあげることが 大切です。さらに食事の内容に関する相談では、子どもに食べさせてはいけない食品はどんなものかといった問い合わせも寄せられています。蜂蜜、黒糖はボツリヌス症の恐れがありますので、1歳までは避けたい食品です。でそれから、生肉、あと生魚、刺身、あとカルパッチョ、そういったものですね。あと干物、こちらはヒスタミン中毒によるジンマシンが出たりするんですけど、あと生卵はサルモネラ食中毒といった食中毒の心配がある食品があります。誤嚥窒息を起こしやすいものにピーナッツやこんにゃく、あと餅、それからあとそば、ピーナッツはアレルギーを起こす恐れがある食品で、そういったものは避けたい食品の一つです。少しずつ食べ物に親しみ、食べる意欲を育てる離乳食期。食への興味関心が高まり、食の楽しさ、また規則正しい食生活を育てる時期となる乳幼児期。お子さんの成長に従い、食に関する悩みもまた異なってきますが、大田区では各地域庁舎でそれぞれの年齢を対象にした離乳食や幼児食の講座を開催しているほか、区内の各児童館や区立保育園でも離乳食講習会を開催。ちなみに母子手帳交付時に一緒にお渡しした母と子の保険バッグに入っているこちらの育児応援券を使ってお申し込みいただくと、給食の試食と合わせて育児相談や食育相談を受けることができます。ご利用がまだの方はぜひお気軽にお問い合わせください。